ネット競馬ユーザーの皆さん、こんにちは。タヌキングこと田沼徹です。皆さんは今年の秋華賞はどうご覧になったでしょうか。今回は2着に敗れましたが、オークス馬としてしっかり強さを見せつけてくれたヌーボーレコルトを管理する斉藤誠調教師に電話取材を行いたいと思います。ファンの皆様も調教師本人からヌーボーレコルトについていろいろ聞きたいという思いがあるかと思いますので、ぜひご覧になってください。もしもし。もしもし。あの田沼です。どうも。斉藤です。どうもお疲れ様でした。こんにちは。どうも、いろいろこの前は残念でした。ヌーボーレコルト首差2着、本当に残念でした。はい、まあ内容としては非常に強かったと思うんですけれども、はい、まあ振り返ってですね、まあ、岩田さん2枠4番引き当てて、先方としては前で競馬したかったと思うんですが、後方からの競馬になっちゃいましたね。そうですね、うん、はい、やっぱりあの辺がちょっとうまく流れに乗れてなかったなという感じ、印象は受けたんですけれども、うん、まあ、あの2枠4番ということで、うん、ローズステークスのようなスタートを決められれば、はい、うまく先行できるかなとは思ってましたけれども、はい、ちょっとスタートの出が他の馬よりも、ちょっと合わなかったですね。ちょっと出遅れ、うん、そうですね、タイミングが合わないという感じでスタートしたもんですから、うん、道中はね、結構流れてましたんで、いい位置かなとは思ってましたけれども、うんうん、1枚後ろだったかなとは思いますけれども、はい、ネット競馬のユーザーの掲示板にもですね、はい、勝った湘南パンドラとは単純にね、内外の位置取りの差で負けたと、それに負けてなお強しの競馬だったと、今回は勝った湘南パンドラと浜中騎手が素直に称えるべきだということを、結構そういう声と、あと、ヌーボーをね、称賛する声も多いんですけれども、はい、やはり直線で向いたときにですね、はい、一瞬トモを落としましたよね。あれは接触されたんですね。はい、よく、うん、当時は分からなかったですけれども、うん、よく見ると他の馬と接触してますね。ね、ぶつかってますよね。はい、それでいて本当だったら先生自身はやっぱり打ち目をついていきたかったと思うんじゃないかと思うんですけれども、そうですよね、やっぱりね。そうですね、インコースにこだわるジョッキーが岩田君だと思ってますんで、そうですよね、うん、そういう競馬が多いとは思うんですけれども、うん、やっぱりあそこまで人気を背負っていると、そうですね、単勝150円ですからね、かなとは、うん、そうですね、それで、致し方ないかなとは思います、うん、ただそれで直線向いてね、外に振られましたね、はい、ちょっとはっきり振られるシーンが出てたんですけれども、はい、それでも首様で攻め、湘南パンドに詰め寄った足っていうのはですね、うん、非常に、うん、惜しいっていうか本当に悔しかったと思うんですけれども、まあ、今後の、まあ、糧にはなし当然なると思うんですが、負けは負けなんで、うんうん、素直に勝ち馬を称えるべきだなとは思いますけれども、うん、はい、今回でも春から見ると随分成長してるなっていうところもこの一戦で見られましたので、そうですね、はい、うん、力強さも瞬発力も春よりもついてますんで、うん、成長してると思います。10キロプラスというのはだいたいすべ、まあ、もちろん立東に滞在してたということもあると思うんですけれども、はい、やはり中身が充実したということでよろしいんでしょうか。そうですね、夏越してから、438でローズステークス出させてもらったんですけれども、はいはい、直前輸送でしたか、はい、美穂からのですね、そうですね、448というのは、そのロスのない、輸送のリスクのない競馬でしたので、うん、そうですね、立冬から持っていく、そのぐらいの体で出れると思います。そうでしたね、はい、でまだ成長力があるハーツクライ3区でですね、はい、まだ今後の成長、これからが本格化してくる時だと思うんですけれども、うん、はい、レースの内容もレースのうまさも一戦一戦、うん、
成長しているところを見せてくれてますので、これからまだまだ成長してくれるものだと思います。春先から比べると全体的にこうやっぱりあの折り合い面でもすごく成長しているし、最後のキレというか、あのパワーも先生もおっしゃってましたが、ついているというのはもう見た目にも分かりますし、まあ、今後楽しみですね、本当にね、この馬ね。もともと時代性のある子なんですけれども、はいはい、あのそこに力強さが加わってきた秋 の、 あの2戦だったなとは思いますので、うん、これからまだまだ成長してくれるものだと楽しみにしております。この馬のやっぱりセールスポイントというのは、現時点のセールスポイントというのはやっぱり自在性と切れ味ということになるでしょうか、精神力と。そうですね、女の子らしからぬあの精神力と、あとそのどんな競馬でもできる自在な足を使えるっていうところがセールスポイントだと思います。今後の課題という点があるとしたら何かありますか、この馬にとって。ヌーボレポルカですね、まあ、今まで順調に来れてますし、はい、思いの通りあのこう成長してきてくれますので、たまたま今回ちょっとあのスタートの出が遅かったですけれども、本当にたまたまなような気がしますので、このまま順調にいってくれれば、強い子になってくれるんじゃないかなとは思ってます。そうですね、あのですね、今後の出走プランなんですけれども、はいはい、一応どのような今現時点でオーナーとの話し合いとかもいろいろあると思うんですが、はい、次走はジャパンカップあたりかなとは、ジャパンカップへはお話ししております。乗り役はもう引き続き岩田さんでよろしいんでしょうか、もし行くとしたら。そうですね、ずっとここのところ、何戦か面倒を見てくれている岩田君ですから、いいことも悪いこともありますんで、なるほど、いい方を、多くしていきたいなとは思ってます、岩田君とともにですね。ヌボレコルトにですね、託す夢みたいなのは、なんかございましたらちょっとお話ししていただきたいんですけれども。そうですね、元気に成長してくれれば、全球、男の子と一緒になっても、いい成績を収められると思いますので、海外遠征も含めて、来年も、エリザベスやジャパンカップを駒進められるように、順調に元気よく行ってほしいなと思います。海外遠征と先ほどもおっしゃいましたけれども、はい、これは香港とかというのは視野に入っているということでしょうか。そうですね、香港とか、ドバイのシーマークラシックとかですね。ドバイシーマークラシック、はい、牝馬にしては非常にこう環境の変化にもすぐ順応しそうな感じだし、はい、あの精神力の強さって感じますよね、本当にね。はい、そうですね、もう一回りあの体が大きくなってくれれば、言うことないんですけれども、なるほど、今の精神力で、はい、いいと思いますんで。まあ、同じハーツクライ3区でね、このジャスターウェイなんて先輩にいるんですけれども、はい、本格化したらすごい、このなんて継続して能力を発揮するんで、どん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 こう記録をですね、まあ、塗り替えていってほしいですね、牝馬としてね。それだけの器だと思いますね。はい、どこまで成長してくれるか楽しみにしております。先生の、まあ、手腕があれば馬もそれに応えてきっとね、はい、期待に応えてくれる。馬の方がお利口さんですので、ね、そんなことないでしょ。妙、はい、では僕間違いなく3本指に入るトレーナーだなとずっと思う。いやいや、まあまあとんでもない。いやいやいや、はい、同じこのハーツクライ3区の、はい、菊花賞でですね、ワンアンドオンリーというのはこれ一本人気になる馬なんですが、はい、ダービー馬なんですけれども、はい、それに関してこうエールみたいなのを送っていただければと思うんですけれども、はい、橋口先生とお話しする機会がありまして、なるほど、橋口先生からハーツクライの名を高めるように頑張りなさいっていうふうに言われたんですね。なるほど。お膝元の橋口厩舎からのワンアンドオンリーには頑張ってもらいたいなと思います。父親のハーツクライ自身はですね、はい、7着にこのレース負けてるんです、菊花賞に負けてるんですから、けれども、はい、なんとかね、はい、その父親の、あの無念をですね、はい、このワンアンドオンリーで
頑張ってもらいたいなとは僕も思ってるんですけれども、はい、先生もそうですよね、やっぱり当然、ね、はい、勝ち続けるのも大変かもしれないですけれども、うん、負けてその負けを次の糧にできるような馬も、うん、印象に残る馬だと思いますので、うん、はい、一つ一つ前進してくれたらいいなと思うんですけれども、それが初くらい3区に多いので、そうですね、をはじめ、これから良くなってくれるかなとは思います。菊花賞でですね、はい、まあ、ワンアンドオンリー以外にですね、関東馬なんかも頑張ってほしいという気持ちは当然ございますよね。当然ね、関東馬に頑張ってもらいたいという気持ちは常々持ってますまそしてまた頑張らなきゃいけないなっていうのはあります。本当に、はい、期待して今後の飛躍をですね、はい、人馬ともに期待しておりますので、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます、はい。